根藤浩二が上がっていきます。3番の伊豆田9番の金子。さあ、根藤の上昇は1番の菊池のところまで行きますが。 ここで誘導が降りて菊池は突っ張る菊池は前受けから突っ張っていきます外迫ってくる4番の根藤ですがどうか根藤が叩いていくのかさあ強引にいった4番の根藤赤番の周回に入りましたがしかし1番の菊池が突っ張っている根藤は大きく交代だ2コーナーからバックストレッチおっと落車点転倒は2番車森川落車森川落車打賞が入りました1番の菊池の先行体制7番の小林8番の大沢関東勢が主導権握ってさあレースはいよいよ最終周回です 1>, 1番の菊池7番小林8番の大沢3番手その後ろには3番の伊津田でそして9番の金子が5番手の位置さあ2コーナーからバックストレッチ逃げている逃げている1番の菊池後ろからの動きが全くありません2センターから4コーナー一本棒の体勢のまま4コーナーに帰ってきた先頭は菊池この番手から7番の小林だ小林圭介が刺した第10レース準決勝そして今4番根藤がゴールイン 小林慶介です。菊池十四連勝ならなかったか。さすがは実力者七番の小林慶介。